でございます。ございます。改めて明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。1月10日といえば何の日ですか？巡り旅の日ですね。巡り旅、はい。まいちゃん関西出身？出身です。じゃあもう結構もう関西は自分の庭みたいなのがある。はい、もう全然地元みたいな地元ですね、普通に。それでは今からしずくパインの関西巡り旅ツアーを始めます。はい、はい、じゃあ早速お客さん来るんで、はい、ちょっと待ってましょうか。はい、はい、お、来ました。あ、来た、あ、来た来た来た、来ました来ました。何も来た、そうですね。どうしよう。ございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。大阪出身なんで、今日は大阪巡りをちょっとみんなで楽しみたいなと思って、今日は一緒に楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。お一人一人あだ名つけて。今回の撮影で使わない。あだ名を、あだ名を、ただし、面白あだ名とかちょっとつけます。面白あだ名、なんとかただしなんとかただし、ミラクルただしミラクル頼みました。ミラクル期待して頑張って、ミラクル起こしてください。じゃあ、サイちゃん、そのまま、はい、そのままサイちゃん、サイちゃん、ミラクル長いな。ミラクル何でしたっけ？ただし、ミラクルただしさん。じゃあ、この4人でよろしくお願いします。よろしくお願いします。一番得意と思ってます。何やろな、難しい。ふっくんさんと、ふっくんさんは、何回やろう。ハイニッチ。ハイニッチ。もうちょい行こう。ハイ。ハイ。ゴー。ゴー。シャチホコ。シャチホコ。綺麗。寒いね。なんか思い出あんの？大阪城。大阪城ですか？大阪城の中では思い出は一切ないんですけど、やっぱお花見に来たりとか、はいはい、大阪城に。お花見来ますね、毎年。めっちゃ綺麗なんですよ。あ、この辺の、はい、周りが全部桜の木で。この辺の木が、うん、めちゃくちゃ綺麗。じゃあ大阪城自体そんなにうん、そんなに特別これっていうのは。でもライトアップされてるんですよね、夜、大阪城が。12時まで。大阪ではかなりのこうメジャースポットでは。うん、メジャースポットなんですけど、寂しいですね。ちょっと何で泣いてるんですか？寂しいですね。寂しい。はい。はい。はい。というわけで、終了、大阪城。あ、大阪城終了ですか。終了です。終了ですか。ちょっと上でしたことを皆さんちょっと教えてほしいですね。何しましたか？サインちゃんの涙を見たいな。なんで泣いたの？もう寒くて。もう寒くて風がバオバオ当たって、知らん間に涙が出てただけです。ほろ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 泣いて。ほろ泣いて。はい、じゃあパインの旅に乾杯。乾杯。乾杯。旅に乾杯。お好み焼き屋はよく、お好みはよく食べます。焼くのはもちろん得意。まあもちろん得意です。自信がある。自信もありますね。自信ある。任しておいてください。いい音鳴った。よし、じゃあ肉を先に。これ肉ってさ、これだけ熱い。挿入ですよ。挿入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 。
せますか。はい、それでは、それではこいつを、こいつを行くで。はい、はい、おお、ちょっと焦げたけど、焦げてるけども、まあちょっと焦げてるけども、いや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 、素晴らしい、素晴らしい。おネギを、おネギを入れて、おネギをぶっかけます。あ、うまそう。ぶっかけてます。ぶっかけ、サインがマヨ、ぶっかけ、よし、よし、できました。えー、お好み焼きできました。え、熱くない？めっちゃパインの味がする。うそ、ダメじゃないですか、パインの味してみたいな。キムチいけるやんな。うん、いける。うん、うまい、うまい、うまい。じゃミニパインがありますよ。ミニパイン食べますか。もちろん。パインだけに、パインだけに来ました。すごいで、これが出ました。はい、パイン、パイン、パン、パインです。うん、あ、エッチな話。あ、おいしい。うわ、あ、上目線、上目線、上目線。はい、じゃあ、もっと求めて、求めて、もっと求めてあげて。おいちゃん、おいちゃん、求めて。何こんな。わあ、もっと求めてあげて。もっとちょうだいって言ってあげて。もっと見つめてあげて。もっとちょうだい。もっとちょうだいって。これやばいですけど、お前。シンさんのチンポクはどうなってますか。いや、もうやばいです。お疲れさまでした。次は、はい、次は、ナンバーズ道頓堀の方に行って、グリコの前とかね、行って、こうちょっと大阪を堪能したいなと思います。